ハイテクで皆さんこんにちは、佐岡修です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さあ、ということで私は現在アメリカ一人旅ということでですね、現在はニューヨークにいるわけなんでございますけれども、今日はですね、もうアメリカ最終日ということでですね、もう長かったこの一人旅もいよいよもうね、明日の朝便でね帰んなきゃいけないので、実質行動ができるのは今日までということでですね、もう買い付けとかに関してはですね、もう持ち帰れない感じになってますんで、今日はまあ自分と、あとはですね、何よりですね、お留守番してくれてる奥さんへのお土産も含めてですね、そんな日にしようかなというふうに思っております。まあ特にね、ベビーオカにはね、ノースカロライナのロンパースだったりだとか、いろいろね、買ってはいるんですけど、奥さんにね、まだ買えてないので、いやもうやっぱりニューヨーク来たらということでですね、ここはですね、男気炸裂ということで、天下のティファニーでね、何かお土産を買っていきたいなと。で、僕、ジュライフォースが結婚記念日でですね、その結婚記念日にも日本にいないってですね、最初の結婚記念日にいないってどういうことだって話なんですけれども、まあ、そんな私を支えてくれる奥様のためにもですね、ちょっとティファニー、そして本店ですね、5番街フィフスアベニューをまずね目指して、そこでね奥さんのお土産をですね、まずは買って、あとはちょっと自分のリベンジ、ちょっとねスニーカーを買うか服を買うか今ちょっと迷ってるんですよね。スニーカー買うとしたらね、もうねこのバッグに吊る下げて持ってかないと多分ね入んないと思うんで、ちょっとどういうスタイルにするかわかんないですけど、今迷っているところでございます。まあ、なるべくちょっと日本ではね買えないものをチョイスしたいなというところがありますんで、まあ、そこを中心にですね、まあ、昨日おとといでは行っていないお店をぶらっと回ろうかなと思ってます。なんですけども、まず最初に奥さんへのお土産ということで、まず最初はですねティファニー5番街を目指して、今日は行きたいと思います。その他ね MLB ショップだったりだとか、ちょろちょろ寄りながらマンハッタンを下っていこうかなというふうに思いますんで、ちょっとそこら辺も楽しみにしてください。まあ、今日はね余裕があるんで、途中でお昼ご飯食べたりとか、ちょっと買い付けや動画に追われてた日々を忘れつつ、純粋にニューヨークという街を楽しんでいこうかなと思います。さあ、ということで今日も元気にね地下鉄の方に乗っていきたいと思いますよ。いや本当ね、ニューヨークはこの身一つで移動できるのが本当便利だよね。最高。しかも今改札クレジットカードのタッチ決済で行けるし、ということで最寄りの 59th ストリートに着きましたね。さあやってきました。来ましたね、ザ・ニューヨークゾーンですね。でね、これからちょっとねティファニーの方向かっていくんです。その途中にですね、あのヤンキースのクラブハウス、ヤンキースグッズが売ってるお店がねあるっぽいんで、ちょっとそこも寄りつつ行こうかなと思ってます。お、あったあった、ここです、ここヤンキースクラブハウス、行ってみましょう。さあやってきました。こういうミッチェルのティーとかかっこいいんだよね。あー、こういうねパッチが後ろについたニューエラのティーとか、あとはこのメッシュのプローバーですね。これプロスタンダード、これかっこいいね。ニューヨークの夜景が総柄になってる。いけてるねこれ。いいね、いいのがいっぱいあるわ。はい、その他にもねいろんなグッズがね山ほどあります。ピンズもあるね。ピンズいいね。ピンズとかパッチないのかな、これやばいなこれこれかけてヤンキーススタジアムで見たいね試合を。あ、エンブレムとかあんだ。スティール金属製ですね。いいね。まあ冬だったらね、あの上のスタジアンとか買いたいですけどね。フーディーとかもかっこいい。ジーター、アーロンジャッジとかないんだね。あ、ジャッジはあのすごい少ないですね。ジャッジ残ってない全然。ニューエラとかもね、別注っぽいのがねこのクラブハウスにはねあるんだよね。もちろんねヤンキースしかないんですけど、まあでもね別注やってるところと比べたらもちろん数は少ないですけどね。オールスターのジャッジのアメリカンリーグのユニフォームありますね。
あのユニフォームに関しては絶対手に入らないもんね、これ。いいね。これかっこいいけどね、プロスタンダード。L サイズがないな、マイサイがない。じゃんねー。あ、僕があの LA で見つけたこのミッチェルのジーターバージョンがあるね、これ。これいけてんだよ。これかっこいいんだよね。これいけとるな、ジーター。ヤンキース。うわー、これ女性用でハートか。普通のニューヨークだったらヤンキースだったら欲しかったな。ドン。ちょっとね、ピンズとか買ってなかったんで、ピンズをちょっと買い付けようと、あと今日のプレゼント用にね、買ってみました。イエーイ。いやでもああいうクラブハウスは楽しいね。本当に街中では見ないようなのありますし、この後ちょっとね、MLB ストアもう行く予定なので楽しみにしててください。おー、セントラルパークの近くに来ましたね。これね、プラザホテルなんですけど、今はね、工事中なんだよね、ちょろっと。それがちょっと残念。はい、ここがね、かの有名なセントラルパークですね。まあ、公園なんで、まあ、前も行きましたしね、僕はちょっといいかなと思いますけど、見てください、このプラザホテル。これはあれですよ、ホームアローンの。あのホームアローンのですよ。さあ、こちらはですね、プラザホテルの横でございますけれども、バーグドルフグッドマンですね。まあ高級百貨店なんで高島屋的なねとこなんですけれども、前ね来ましたね。でその角に修復が終わったティファニー本店、こないだボヤがあったティファニー本店がありますよと。ああ、角にルイ・ヴィトンもありますね。うわー、前回来た時はほら全然見えなかったけどさ、うわーすごいすごいすごい、ティファニー本店じゃん、ドカーン。あの横がね、前仮店舗だったんですけど、本店がちゃんとオープンしてるわ、かっこいい。はい、うわー、すっごい、めっちゃ広っ。うわ、めっちゃ広い。広すぎるわ。やば。はい、あのちょっと怖いんで、もうカバンに入れましたけど。はい、お土産完了しました。ちょっとね、ダイヤモンドのブレスレットということで、これは多分喜んでくれるんじゃないでしょうか。もうこの動画が出てる頃にはもう上げてるんで、結果は分かってるんですけれども、いやでもすごい、このね、フィフスアベニューはランドマークって、まあフラグシップというかね、もう本店なんで、バッグから何から全部ね、ここでしかもらえないんですよ。そのお土産物のこの持ってくバッグとかね、それちょっと後で見せようかなと思いますけど、プラスしてね、なんかね、メダル製のキーホルダーみたいなのもつけてくれて、おばちゃん優しいからあなたのもあげるわよって2個くれて嬉しい。あれなんかちょっとチェーンネックレスとかに入れてやりたいな、すげえかっこよかった、まあ、ちょっとあの今道端で見せるのは危険すぎるので、てか怖いんでやめますけど、無事ゲット。よし、これぐらいやんないとさ、2週間も海外出ただけでさすがにチョコレートだけとかね、それはできませんから、まあ、大人のたしなみということでしっかり買わせていただきました。おお、でかいね、教会。これなんだっけな、セントパトリックじゃなくてなんだっけな、名前忘れちゃったけど、大きい教会ですね、こちら。このブラウンのさ、色かっこいいよね。ナイス。いやー、最高に刺激的な街でございますけれども、どんどん歩いていきたいと思います。さあ、ということで今ね、ちょっと寄りたいお店があるんでいろいろプラプラしてるんですけど、ここがですね、ニューヨーク現代美術館 MoMA ですね、があって、ちょっと MoMA の中をね見てる時間はないんですけれども、ショップがあるんですよ、直営のね。それがねめちゃくちゃ広いんで行っとこうかな。ほんでこちらがミュージアムストア、ちょっと行ってみましょうか。さあ、ここがモマのお土産さ、ここめっちゃでかいんだよね。おお、ベアブリックあるね、これダリだ、うん、ダリの作品がベアブリックになってますね。いや、自分用のベアブリックも買いたいけど、もう入んないんだよね。ほんでここら辺はね、かわいいよね、920のモマって書いたやつね。これ普通に59もあったはずだけど、ないね。これは全部、これはですね、全部リバースウィーブのねスウェットなんですけど、全部今パッチ刺繍じゃなくてこれになってんだね。
ちはリバースのフーディーですね。これは920のメッツコラボのこのトリプルネームですね。あ、カンゴールのハットとかもあるんだ。へえ。ほんでね、これが5950ですね。まあ、シンプルなやつ。こんな感じでね、アート作品の図鑑とかいろんなのが置いてあるんですよね。一応双方にもね、お店あるんですけど、こっちの方が広いですね。こういうちょっとね、作品っぽい面白いアイテムがいっぱいあるんですよね。お茶入れとか。これも可愛いね。ということでいかがでしたでしょうか。モマのね、ミュージアムストアね、まあ、時間があれば1日ね、美術館デーとかそういったものを撮りたいわけなんですけれども、今回ちょっとニューヨークカツカツなんでね、本当はメットも行きたいしモマも行きたいし、やりたいことあげたら本当に2週間ぐらいねダメなんですけど、まあまあまたね来ると思いますんで。でね、俺ちょっと今日ね、昼飯何しようかなと思ったんだけど、やっぱりね、もう目にしちゃったらさ、食べるしかないでしょってのがこちら。はい、来ました、ハラルガイズチキンオーバーライスですよ。やっぱここで食べずしてさ、いつ食べんのって話でしょ。せっかくニューヨーク来てんだからさ、食べるか。やっぱね、行列なんだよね、ハラルガイズっていつもこんな感じで。やっぱハラルガイズか、食うか。ちょうど昼時だし、やっぱ元祖さ、チキンオーバーライス行くしかないわな。今日時間あるし、やっぱこれ食べずしてニューヨークは語れないよな。さあ、ということで買いました、イエーイ。このね、ホットソースはね、めっちゃ辛いんですよね。そう、僕ね、このね、ホワイトソースがめっちゃくちゃ好きなんで、とりあえずホワイトソースかけよう。たらーん、あー、うまそう。やっぱ本場のチキンオーバーライス最高だよね。で、この大好きなホワイトソースを、うわーと、このホワイトソースがもうね、悪魔的にうまいんでね、ちょっとヨーグルトっていうかマヨネーズっていうか、うまそう。ちょっと足りなかったら追いホワイトソースします。あちあちなんだよな、めっちゃそこ持てないぐらい熱い。うわー、来たよ、チキンオーバーライス、サフランライスね。うん、うまっ。うん、やっぱ本場は違えわ。やっぱね、ちゃんとチキンがうまいんだよね、ハラルガイズ。いろんなチキンオーバーライスありますけど、ハラルガイズのこのホワイトソースとチキンうまいんだよね。うん、ジューシー。こんなホワイトソースうまいわ。もっとかけちゃおう。なんだろうね、このホワイトソースのうまさ。ベタベタにして食うのがうまい。でもね、半分はね、レタスなんで罪悪感低め。最高。いやー、相変わらず最高にうまいハラルガイズでしたけれども、ここからですね、ちょっと今まで行ったことなかった MLB のね、メジャーリーグのオフィシャルショップがあるんで、もう全チームくまなくあると思うんでね、ちょっとこのお店に行っていきたいと思います。見て、このまっすぐ続くさ、最高だよね。これぞニューヨーク。はい、アジオシティドーン。わー、これもかっこいい、撮っとこう。よっしゃ、来ました。ここが MLB ニューヨークシティということで来ましたね。うわ、すごいねこれ。わお、全球団あるんだね。ちょっとユニフォームとか見てみようかな。おお、このアメリカンリーグの、うわ、気持ちいいね。ユニフォームありますね。 T シャツもあるんだね。うわ、すごいね、こりゃすごいわ。フィアオブゴッドの59ももう死ぬほどありますね。
おー、チームごとにこういうねオールスターのニューエラもありますし、おーすげえ、ムーキーベッツ、あ、大谷翔平の感じもあるね。ただシティコネクトはマジであのストアでしか売ってないっぽいな。わお、もうあらゆるチームのホームアンドアウェイのユニフォームがありますね。わ、すごい、これエレベーターみたいになってる。これメッツっすね。いや全球団欲しいよ。メッツ、ニューヨークも欲しいな。ブランク、あ、ここは全部ブランクだね。ブランクいいよね。うわー、ヤンキースのブランクもあるいいな。うわ、めっちゃあんじゃん、いいな。普通に自分用に欲しいわ。下に選手のナンバリングされたやつとかはありますけどね。いや、あえてのナンバリングなし、かっこいいじゃんね。わあ、これかっこいいね。マリナーズのオールスターゲームの今年のキャップか。あんまり見ない、オークランドとかで、ね、マリナーズとかレンジャーズとかいっぱいあんね。おお、すげえすげえすげえ。こっちはもうキャップだ。これとか見たことないね。ちょっと別注っぽいのかな。これはジャストドンコラボですね。すごいね、この規模感。ドカーン。こういうカードもあるんだよね。これ今シーズン2023年のね。これちょっとね、欲しいって言ってたお土産の人がいるんで買っていきたいと思います。これはだいぶ限定ですね。このストア限定の MLB NYC ってこんなキャップもあんだ。これいいね、欲しいね。面白い。一応ちょっと1階もあるらしいんで行きましょう。これ1階に来るとこれ何が違うんだろうな。なんかもっと T シャツとかが多くなったイメージですけどね。こんな感じで本当にいろいろ。うわ、プエルトリコのヤンキースとかあるんだね。うわ、これもかっこいい。スイムショーツですけど、あらゆるパッチがドコ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 、派手だけどいいね。そりゃさ、もうさ、欲しいもんしか出てこないわな。あ、こっちはレディースだな。うわー、こういうアクセサリーとかもあんだね。高っ、$949、ガチモンだ。で、これはシグネチャー入りっすね。これフィールドが瓶詰めで売ってる。フィールドの土だね、これすごいな。うわ、大谷のサイン入りのジャージだって。へえ、$3,000。ゲームユーズだからこれ試合で着たやつだ。すごいね。わ、このシリーズいっぱいあんだね。これケン・グリフィー・ジュニアで、ジーター、ジャッキー・ロビンソン。わあ、これも全部欲しいな。よいしょー、これもラストだな。ラスト買い付けです。はい、ヤンキースのね、無地のジャージがあったんで、ちょっとね、安くないんですけど買い付けしました。格差1、イエス。やっぱりここら辺は名所がいっぱいあるから、ふらふら歩いてるだけでも楽しいね。このラジオシティよ、ドカーン。ここでね、ライブとかもやってるんで行ってみたいですけどね。ちょっとこの近くにね、ナイキのフィフスアベニューがあるんで、そこを見てちょっと下ってこうかなと思います。今何気なく通ってたんですけど、これザ・ロックだね。ロックフェラーセンターだ。でかすぎだろ、上見えないし。すごいね、ほんとここら辺はすんごいハイプゾーンだね、もうマジで。ここね、冬はね、アイススケート場になってるんですけど、夏はローラースケートだね。ローラースケート場なんだ。あー、これだ、これがセントパトリック教会です。でかすぎだろこれ。よく石でこんなの作るよ、マジでさ、すごいな。見てこれ、ドカーン、やばいね。さあ、ということでやってきました、ナイキフィフスアビルですね。この窓ね、なんか特徴的な感じですけど、これ多分ね、エアソールをイメージしてますね。ね、このなみなみの感じ、エアユニットですね。はい、そんなちょっと凝った外観のナイキですけど、行っていきたいと思います。さあ、ということでナイキ入ってきましたけど、4階がね、スニーカーフロアということなんで、今見てるんですけど、これはエアペニーっていうの見たことないね、このカラー。あとはちょっと見たことあるペニーとか、こっちに来るとね、ジョーダンですね。おお、すげえ。これビートルシリーズのターミネーターですね。で、青いターミネーターもある。125なんだ、こんなもん。うわー、マ
ジで、マジであんの。うわこれ、超かっこいいんだよね、このサンフランシスコチャイナタウンのホースワン。欲しい、めっちゃ欲しい。どうせサイズあるんだろうな。どうしよう。結構ねこのねフィフスアビニューはね見たことないモデルとかがねたくさんあるんですよね。うわーマジか、ここにサンフランシスコあんのか、すごいね。うわーメンズ店あんじゃん。そう調べられるんですよね、店舗モードにすると。うわー迷う。いやーいいよねこれ、かっこいい。うわーどうしよう、めっちゃ迷う。いやーちょっとここになー、サンフランシスコロータスフォースワンがあるとはな。いやちょっとどうしよう、めっちゃ悩んでる今。でもニューヨークでしか買えないのはニューヨークバーサスニューヨークなんだよね。うわ超迷ってます。一回ちょっとねここから下ってコンセプトとか、あとは双方のエリック・エマニュエルにねちょっと行きたいんで、ちょっと行っていきたいと思います。さあということで 2,30 分ほど移動してきましてですね、ユニオンスクエアの方にやってまいりました。今日なんかねコンセプトイベントやってるらしくて、ちょっと見に行こうかなという次第です。有名人いるかもしれないしね。ほんで双方のエリック・エマニュエル行って締めようかな。今日も長い一日だ。帰ってパッキングしなきゃいけないからね。でもねオンのおかげで全然痛くないから足。もう旅行には最適だねこれ。僕のだいぶ汚れちゃったっすけど、まあ日本帰ってレビューしますけどね。さあやってまいりました、2度目のコンセプト。どんなイベントやってんだろうな。ちょっと行ってみましょうか。前より全然いろいろ新作あるっすね。この前はねリッチポールのエキシビジョンみたいになってたんですけど、ダンクもいろいろあるっすね。SB の白ガムのダンクとか黒ガム、グレーはないけどね。あとはパンダダンクありますね。ほんでブラックセメントもあるし、あとはこのねウォッシュドグレー、あとはエアシップもね、このグレーもあればナイジェルのブルーもありますね。ほんでここにもあったニューヨーク VS ニューヨーク、かっこいいよねクラシックで。ちょっとこれサイズあるか聞いてみようかな。 OK さあということで来たぜ、ちょっと履いてみようかな。わあかっけえ、いいな。なんかワインデッドとも違うポップな感じがかなりイケてるねこれ。あ意外と合わせやすいかもな。俺結構この色はどうかなと思ってたけど、これ買うか。今日はねボイラールームっていうクラブがあるんですけど、このそことのねコラボレーションで、このねボイラールームで回してる DJ が来てもう一日中回してるらしいですね。これ楽しいわ。いやあのねここにもねいたのよサンフランシスコが。だけどねやっぱりニューヨーク来てこれ買わないってのはちょっと筋が違うなということでですね、ニューヨーク VS ニューヨーク、ちょっと同じ袋に入っちゃってるんですけど、はい、ニューヨーク VS ニューヨークのターミネーターをラストワンに選びました。これどうやって持って帰るかが問題なんだよなということなので、とりあえずいやー迷ったけどね、サンフランシスコ最悪。ちょっとアメリカの友達に頼んで来てもらおうかな、欲しかったら。いやこれはやっぱりね僕が大好きなターミネーターかつニューヨークでしか買えない。このニューヨーク VS ニューヨークはですね、あのニューヨークでね行われるストリートバスケの大会ですね。これ決勝がラッカーパークなんですけど、それ記念でね毎年出るんですよ。ダンクが出たりだとかフォースワンが出たりしてたんですけど、まあ、今年ターミネーターならもう買うしかないでしょと。これは間違いないでしょ選択として。サンフランシスコロータスはいいんだけども迷っとこうかなと思います。じゃあちょっとラストエリック・エマニュエル行こう。さてさてやってまいりました、旅の双方でございます。今横ねここナイキの双方ですけど、やっぱりちょっとねエリック・エマニュエルのねあのパンツがねめちゃ気になるのよ。なんでちょっとね試着をしに行こうかなと思います。いやあれかっこいいんだよねあのワッフル。うわめっちゃ並んでるエリック・エマニュエル、すげえな、こんな人気なんかい。わーすごいな。ちょっと並びましょう。
ちょっとね、試着はやってないらしいんだけど、この感じめっちゃいいよね。いいわ、ちょっとどうしよう、これ買ってみよう。Yes。 いやー、あのね、ワッフル地のね、パンツはすっげーイケてたんで、ちょっと形も含めて僕履いてみたいなってところもあったし、ちょっとこれは勉強用にも買っとこうかなということでゲットしてみました。いや、かっこいいね。まあ、メッシュに関してはみんな本命はねメッシュだと思うんですけど、僕はメッシュっていっぱい持ってるんで、とりあえずこの持ってないものを中心にね自分用には買ってるわけなんですけど、いや、いいチョイスなんじゃないでしょうか。めっちゃかっこよかった。もうこれで思い残すことはないかな。うん、もうだいぶ走り回ったんで、これにて、じゃあこれでちょっと帰りましょう。さあ、最終日、土砂回りしてまいりましたよ。終わっちゃったね、ニューヨーク旅が。いや、まあ今回は割と余裕持ってできたかなって感じなんですけれども、ちゃんとね、はい、奥さんの方にも。シャラーン、ティッファニー。これはですね、まだ中身は何買ったって奥さんに言ってないんで、サプライズで、ダイヤのね、ブレスレットなんですけれども、まあ、ここは奮発して、感謝とともに届けたいというふうに思います。でね、これね、すごいのがここ見える、ここにね、ザ・ランドマークって書いてあるんだけど、これね、フィフスアベニュー限定のショッパーで、それにこのね、これね、ティファニーのね、なんて言うんだろう、キーホルダーじゃないけど、ちゃんとメタル製のね、このフィフスアベニューの建物がですね、刻印された、ここで買わないともらえないですね、付属品みたいなのですね、2個いただきまして、僕はね、これ一つちょっとチェーンに通して、いや、ドッグタグみたいにしようかななんていうふうに思ってるんですけど、これすごいね、やっぱ高い買い物だけあるわ。すごいわ、こんなスペシャルなね、ものがついてくると僕は思ってなかったんで、まあこれはショッパーとともに奥様にね、進呈したいと思うんですけれども、まあ、こんなの買いつつ、あとはですね、ほんとラストの買い付けとしてこちら、やっぱりヤンキース買っとかなきゃということでですね、こちらブランクですね。僕は結構ブランクの方が使いやすいかなとファッション的には思いますんで、まあ、これもね、結構ちょっと高かったんですけど、格差一着ということで、またね、オンラインの買い付け販売のゲリラ抽選でですね、販売したいと思いますんで、気になる方はぜひ。もうこのナイキのね、 MLB のユニフォームって日本じゃ本当買い付け以外ではね、買えないので、まあ、そういった意味では非常にいいかなと思いますし、あとはこいつよ、ニューヨーク VS ニューヨークのターミネーター、これは超かっこいいよ。なんかね、ちょっとね、光具合で見え方変わるんだけど、ワインレッドじゃないんだよね、ちょっとね、ピンクっぽいっていうか、ちょっとポップなんだけど、かかとがゴールドっていうね、こんなスペシャルな仕様の一足を見つけて買わないわけにはいかないだろっていうことなので、はい、ゲットいたしまして、サンフランシスコのエアホスワンも欲しかったな、あれも買いたかった。ロータスまだ迷ってる、もう最悪ちょっとノースカロライナファミリーに行って送ってもらおうかなというふうに思ってるんですけれども、いやー、もう最高の買い物だったわ。あとはこれよ、このエリック・エマニュエルのね、ワッフル地の、これはちょっとまたね、スニーカーレビューとかで履いたところをお見せしたいと思うんですけれども、この感じのね、パンツは僕持ってなかったですし、まあ、ちょっと参考に履いてみたいなっていうところもあったんで、これはちょっとたまらんちゅうことで買っちゃいました。まあこれにて僕のお買い物は終了かな。本当にね、思い残すことなく、まあ、今回メインが買い付けだったんで、結構そっち系のものばっかりだったんですけど、最終日はね、ちょっと自分の糧になるものをと思って、こんな感じで、お買い物しましたけれども、いかがでしたでしょうか。走り回りましたけど、まだね、やりたいないこともね、いっぱいあるんですよ。まあニューヨークに関してもね、ノースカロライナにしても、LA に関しても、まあ一回で完成しちゃったらそれは面白くないんですけど、もちろん。うん、まあラスベガスもそうだし、グランドキャニオンもそうだし、まだまだ今回の旅でいっぱいやってきましたけど、まだまだやり残したことがたくさんあるので、まあちょっとこれに関してはですね、また次の回でリベンジかなというふうに思っておりますんで、朝岡のね、アメリカ編面白かったと思ってくださった方は、ぜひぜひ、高評価とチャンネル登録していただければですね、今後の励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それではあとはもう明日帰るだけということで、まあ帰るね、動画ももちろん撮るんですけれども、一旦ね、旅編に関してはこれで節目かなという感じでございますので、まあ一応帰るまでが、旅行でございますので、ぜひ、帰国編のね、動画も楽しみにしててください。それでは今回の動画面白かったと思ってくれた方は、ぜひ高評価のグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next movie! じゃねー。